製造を低コスト化徳山が大規模設備のへというニュースです徳山という会社をご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ほとんどの方が、ね、初めて聞くんじゃないかなという会社名かもしれません、まあ、一応ちょろっとですね、えー、調べてみたんですけども、まあ、かなり えー、創業はですね、もう明治かな、大正ぐらいからある会社で、えーまあ、規模もですね、東証一部上場,に、えー、上場している会社ですので、まあ、規模もかなりのものではあります。科学技術を得意とした会社で。えー 東証一部にね、上場しているぐらいですから、徐々に徐々にこう歴史を重ねてですね、大きくなってきたんですけども、2011年にマレーシアに、竹晶シリコン、いわゆる太陽光発電用の成分ですね、それを科学的なものを工場を作ろうとして、一生懸命やろうとしてたんですが、その頃にですね、え、ー 非常に大きな投資を行ってたんですが、それがですね、まあ、生産工場を作ろうとしたところ、価格はね大暴落してですね、えー、製造しようとしたがこう間に合わなかったとっいう歴史があったりもしました。で、そこで大赤字を出して、結構大変だったということで、まあ、それでもなんとかね、存続して頑張ってはいるんですけども、まあ、過去にはね、火星ソーダとかそういったものも作ってたりする会社です。 まあ、科学系ですね、そこが得意な会社ということですよね。まあ、詳しくは、ね、Wikipedia 見ていただければいいと思いますし、いろいろな情報を、えー、検索していただいてもいいんですけども、一応あの Wikipedia の、ねえー、リンク先も載せておきますあの。概要欄のところですね、下の方にですね。でまあ、その徳山さんが、えー、徳山は3エネ電力と水素電 水電解技術等を活用した大規模な水素製造システムの実証実験を開始するというニュースですね。徳山は2019年11月 CO2 排出量削減と水素生成コストの低減モデルを目的に再エネ電力と水電解技術等を活用する大規模な水素製造設備の開発実証実験を行うと発表した。 今後の事業化を目指すとともに、構築したモデルを地域内外へ地球温暖化防止対策の一つの手法として発信していきたいという,ということですね。うん。まあ、今、ね、お話ししたような会社なので、こういった事業を、ね、行うのにまた失敗しないかどうかっていう心配もないわけではないんですけども、やっぱり水素製造のコスト制限っていうですね、 えーまあ、ここの命題化っていうのは水素社会を実現していく上ではあの避けて通れない部分なんですよね。でここの大規模システム、まあ、大規模にシステムを組むことによって低コスト化を図れる大量に、ね、作ることによってっていうことなんですけどもここの特徴ですね酸素製造ですね、えー、水素で水電気分解を行う時に酸素もできるんですけどその酸素の利活用をちょっと考えていくよというところですね。 同社は事業活動を通じた持続可能な社会の実現を目指し SDGs ・持続可能な開発目標の達成に向けて取り組んでいるその中でも化石燃料を用いた自家発電設備を有する同社において CO2 の排出量削減は地球温暖化防止のために取り組むべき重大な課題の一つと捉えていると,あーということはこれ化石燃料ですから 多分火力発電なのかなそれを持ってるんだけども、それにはやっぱり CO2 が出てしまいますので、その CO2 の削減のために頑張ってると。そのためにこの SDGs を実現するために、この水素発生装置、水電解技術を作ったです、ね、再生可能エネルギーを取り入れて作る水電気分解装置をやろうというところですね。 今回の取り組みにおいて再エネ電力の導入検討を進めるとともに貯蔵可能なエネルギーである水素を製造することで変動要素の強い再エネ電力のバッファリング機能を構築するまた水素と同時に発生する酸素の有効活用による水素,低減水素コスト低減の検討を進めるということですね具体的には以下の取り組みを行うと。 化学工場への再エネ電力調達調査と導入検討。あーもう化学工場への再エネ電力ですね。まあ、それを水素から作るとかいうところでしょうね。変動再エネ電力のバッファリング化を図る大規模、えー、水電解設備の開発。水素酸素利活用のためのガス生成設備の開発と。あ まあここでガス生成設備ですよね。まあ、水素と酸素で。水素コスト低減を目的とした酸素利活用モデルの構築。ここですよね。あ、こっちか。酸素の利活用をどうするかということですね。うん、私が思いつく限りでは、この酸素っていうと、<laughs> うんまあ、酸素のボンベっていうのもあるんですがあんまりね、お金になるのかなっていう気はするんですよね。あるいは、 うーんバーナーとかで、ね、酸素って使ったりしますよね。そういったぐらいのバーナー用のタンクとか、そんぐらいしか今思いつかないんですけどね。いろいろあるのかもしれませんね。まあ、そういう利活用モデルの構築をするということですね。水素コスト低減を目的とした工場内タプラントとのハイエネルギーの融通ということで、ハイエネルギーをまあ優遇してタプラントといろいろやり取りするということですね。 これもいろんんな技術があるんでしょうね。で調達はこ再エネ電力から行うということがすごく面白いところですよね。でなお、本事業は山口県の平成31年度山口産業イノベーション促進補助金事業に再エネ電力と水素製造技術を活用した化学工場からの CO2 排出量削減と水素コスト低減モデルの構築として採択されたということですね。 ですので、まあ、補助金が、えー、投入されるので、多少の,そのリスクっていうのは軽減されるのかなというところはありますけれども、やっぱりこういった事業に関してですね、まあ、大規模なものになると思います、いくらになるのかっていうのがまだ明記されてないので、よくわからないところですけれども、まあ、問題はですね、この再エネ電力の不安定な電力を活用する。 とということなので、まあ、どれぐらいこれがうまく、ね、稼働するかということですけども、まあ、水素製造を行うとともに水素によって貯蔵することで燃料電池として使ったりとかあるいは酸素もいろんな使い方を、ねえー、利活用するということもありますし電力の,その安定化ということもそうですし自分のところのです、ね、火力発電の電力の使い方を下げるというあるいはなくすという方向に持っていくのかもしれませんよね。 いろんな意味で、この部分の活用を考えていくというところを、まあ、補助金を使ってやっていくということですから、まあ、過去のね、その太陽光発電のシリコン、ね太陽、太陽光発電用のパネルのシリコンを作った工場の失敗のようなことというのは少ないんじゃないかなと思います。あと、再エネ電力はですね、 今はまだコストが高いですけれども、設備投資が行われて、毎日毎日こうね、自然の中から作られてくるようになってくると、まあ原料はタダなので、量が増えてきて、スケールメリットが出てくれば、少しずつですけど、電力は下がってくると思います。で、おまけに電力会社の送電の問題に関してもですけれども、 まあ、空き容量が少ない場合、ですね、自分のところにどん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 回してくれよということも可能ですよね。まあ、電力会社の送電網は、ですね、まああの、地方ではどのようになっているかわからないですが、まあ、都会の部分でもですね、えー、原子力の電力を送るためにあの送電網の空き容量を確保している状態なんですね。その空き容量の部分があの余って、えー、使われていない。 ために非常にもったいないというところがあるんですけれども、そこの部分、あるいは、まあ、既存の状態でもです、ねえー、例えば太陽光が散酸と照ってです、ねえー、非常に量が増えてしまったと。で今日は、えー、風力がです、ね、発電がものすごい回ってです、ね、多くなってしまったという場合に、どん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 こちらの方に回してです、ね、水素製造に回すことができる。であのこちらも回せば回すほどです、ねえー、水素、あるいは酸素。 水素または酸素ですね。えー、とどんどん食べることができますし、まあ、水の方って言ったってね、そんなに値段はかからないですから、水の調達っていうのは。まあ、そういったところで、あのどん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 こう製造がしやすくなる、コストはあの安くなっていく方向に行くんじゃないかというところですよね。ですから、まあ、そういった水素製造。 までのこ,う過程、まあ、ここでエネルギーがかなりいるというふうに言われてまして、まあ、水の電気分解というのは相当電力がいるんだよっていうふうにね、私もこう指摘されたことありますけれども、それでもですね、無料の部分からどん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 増えてくれば、まあ、既存の,そのコストをですね、どん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 低下させることはできると思います。今はですね、えー、まあ火力発電所とか、 あるいは原子力から、ね、こう持ってきてこう水素製造してもいいとは思うんですけどね、他の方法でもいいと思うんですけども、まあ、こういう流れがですね、だん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 できてくることによって、非常にですね、コストを下げる、あるいはエネルギーの自立という、エネルギーの自立の部分も大きいと思うんですよね。やっぱり火力発電は、まあ、CO2 も出してしまいます。で原子力も、まあ、今すごくやっぱ逆風に立ってますよね。いろいろな意味でですね。 核の廃棄物の問題がやっぱり一番大きいとは思うんですけども、まあ、原料だってそのうちにやっぱりなくなってくると思いますで今の設備を生かすって言ったってもう老朽化してますし、まあ、新規に設備を投資するっていうのもですね、まあ、現実的に非常に厳しいと思いますでそういった中でですねこういった装置をどん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 作ってコストを下げていくっていうのは非常に大事ですしまああの国ともとかですね山口県というまあ 兼務でしょうね、えーまあ、こういった補助を出してくれるっていうことで非常に加速化しやすくなってるところだと思います。まあ非常にね長い目で考えていけばそういったコストの問題もそうですし、あのー、自立できるっていう問題問題というかですね、えー、あのエネルギー的なね自立を目指せるっていうところも非常に私は大きいと思うんですね。そこがまずないと、まあ、でそういう技術をですね まあ離島とかですねあるいは島の多い国なんかでは結構実現できるかなと思います。これはなぜかっていうと、まあ、水の電気分解っていうのもですね周りに海があればやりやすいですし水をねその海水からまあ確保するっていう技術っていうのもどん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 上がってくると思いますしねでそういったものを大なり小なりあの作るっていうことは世界中にそういった技術を売れるっていうことでもありますし。 まあ、エネルギーの問題も解決できるし、いいことづくめだなとは思います。で水素と酸素の利活用というのもね、そういった小さな規模でもえいろいろ使える部分があれば非常にいいですよね。うん、ですから、まあ、いろんな形でですねこれは今後はですねう発展していくんじゃないかなという気はしますし、今はですねやっぱりコストの問題とかも大きいと思いますし、まあ、太陽光の、ね、発電の えー、シリコン工場みたいにですね、失敗しないでほしいんですけども、まあ、大幅にコストがぐっと下がるっていうのはですね、まだまだちょっと時間はかかるかなというところはあります。なので、まあ、世界中でも開発しているところはあるかもしれませんけれども、まあ、一気にコストが下がってどうのこうのってことはあんまりないんじゃないかなという気はしますよね。はい、えーとですね。えー まあこういった事業がどん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 こう増えてくれば面白いなというふうな気はしましたのでやっぱり日本みたいにねエネルギーの資源が乏しい国っていうのは特にこういったことをですねどん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 あの開発していくべきだなと思いますそうするとですね外資にエネルギーの面でいろんなことをこうね、えー、翻弄される可能性っていうのはやっぱり少なくなりますよねうんでそこをですねしっかりとやっていってほしいなと 思いま,すまあ、あの、地味ですけれどもね、こういった開発っていうのはですね、えー、しっかりと続けてほしいなという気がします。はい。最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。